愛沢ミントです。自分で言うのもなんですけれど、かなりのお嬢様ですわ。バレエや日本舞踊などもたしなみますが、将来父の会社の経営にも携わりたいと勉学に励んでおりましたの。それがある日突然、ミュウミュウミント、メタマルポーズ、リボーン、ミントエコー、ナドジロルリンコの遺伝子を打ち込まれてミュウミントとなりましたの。私に与えられたこの使命、しっかり果たしてみせますわ。憧れの桜お姉様と共に。